はい、やってまいりました。モンジーです。今回も初心者が行くワンアワーワンライフやっていきたいと思います。はい。で、ちょっとね、お知らせというか、ニュースというかがありまして、知ってる方は知ってると思うんですけども、まあなんかこのゲームいろいろとごたごたがあったようで、僕は知らなかったんですけど、いろいろとごたごたがあったようで、OHOL のモバイル版のツイッターを見ると、原作者ローラー氏の意向を受けて、今後モバイル版のあり方について大きな改変プランが立ちましたと。はい。で、なんかゲームの名称が変更しますと。あと、モバイル版独自のグラフィックを増やしていって、その先駆けとしてアジア系のキャラクターが登場しますっていう風に書いてありますね。PC 版のワンアワーワンライフとはまた別ゲーになるということですかね。Google Play とか App Store とか見ても、ワンアワーワンライフの非公式拡張バージョンですっていう風に書いてあるんで、別ゲーっていうことですかね。詳しくは OHOL のウィキを見ていただけると、全部書いてあるんで、わかると思います。はい。まあそんな感じですね。で、まあ一応ね、まあゲームができれば別に何でもいいんですけども、一応まあ YouTube に僕は動画を上げているので、まあ概要欄とかにね、一応非公式拡張バージョンのワンアワーワンライフっていう風に書いておこうかなと思います。はい、まあそれだけですね。はい、それではね、今回もどんな村に生まれるでしょうか。はい、張り切ってやっていきたいと思います。はい。カミカミだったから。生まれようとしています。おっと、これは生まれた土地が強いイブ、あなたはマリアンヌです。女の子イブかな。あ、でもイブって言ってるからイブか。わあ、かわいいって言ってる。ハート全員かわいい。あれ、お母ちゃんどうしたの。いい子ばかりだわ。急に中いなくなっちゃったかと思った。歌ってます。ヘビ来た。ナイフ欲しいね。シシシャー。4歳になった。ラスハグお願いします。よし、じゃあ行くか。いや、とにかく最初はキーが必要なので、キーを取ってこよう。これを持って、あ、違う。はい、これで4回分一気にまとめて持っていくのと同じです。もうみんな枝を持ってきてる。よし、ママ動かん。あらら、イブがみんな見守ってるけど。はい、でこれ合わせて持ってく。はい、ちょっとカゴ持ってこよう。じゃあカゴを作って、おっと、この辺潰して、持ってきて目の前で食べるんで。なんかでも静かだな。あんまり進まない感じがする。人が少ないからかな。人参植えようかな。
人参植えた方が早いかな。バナナがあんまりないから、ちょっと人参探してこよう。まあ、とりあえず3つあればいいか。で、土を3つ持ってきて、ここすぐにやるんかな。ボールある？ああ、まだボールとかないのか。鉄探し行きたいけど子供生まれるんだよね。ほら無理だね、子供生まれるから。あ、行ってきたじゃん、息子か。じゃあロールスです。はい、お母さん26歳。あー、いいよいいよ。姉ちゃんジョセフィーヌ、カウントしてね。ガンダムです。機動戦士。ラスト、はい、楽しんでね、楽しんでね。ガンダム発進。起動します。あー、水なくなっちゃった。水他にあるんか、どっかに。あー、生まれちゃった。あ、生まれた姉ちゃん、娘、ロイスです。水あるのか、どっかに。あ、そこにあるのか。ちょっと待ってて。はい、ちょっと水はやりたい。よし、これで OK。 雪の上が緑、雪が気持ちいいね。あー、生まれた。息子、フィアットです。ママは？ママは家事してるのかな？はい。ママは、鍛冶屋さん、かな？へぇ、わかんないけど、適当に言いました。ラスト、はい、楽しんでね。はい、やばい、人参目。あ、オムレツをやってくれるのかな。ああ、死んじゃった。ああ、生まれた。はい、さよなら。あら、ああ、やることいっぱいで楽しいのにな。そうだね。自立する、はい。楽しいんでね。そうそう、ヘビがいるんだよね。鉱脈が、あ、ガンがいないのか。あ、これか。ああ、どちら様、息子。じゃあソフィーです。ソフィーってなんだっけ。あれれれれれれ、あー、病院ない。病院ない。あ、火事か、わかった。
れ様。あ、死んじゃった。あれ、これなんだろう。これどうするんだっけ。焼くんだっけ。焼いて、焼くんだっけ。死んでる。ヘビにやられてた。やられてた。あ、刺して焼くんだっけ。あー、生まれちゃった。やべ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 。ちょっと待って、死んじゃう死んじゃう。うめえ。娘だからローリエです。37歳なんですけど、僕ナイフ、あー、ガンの油が必要だよ確か。食っちゃった。あー、また生まれちゃった。やばい。もう乳枯れるで。あ、いなくなっちゃった。弟。あららら。乳枯れた。はーい。ナイフは、会ってみるじゃねえ、やってみる。そうだよね、ヤスリを作んないといけないんだよね。あれないのか。あれから作んないといけないのか。焼くものはないよね。で、火をつけて、ほい。丸石。ペシペシ。はい。ここで上手い人なら、こっから、あ、でも炭がないのか。炭がない。まあ、しゃあない。ザル。いるのか。で、うわ、うわ、で、いけるかな。すげえ遠い。これか。で、これをピッとやって、あれ、逆か。でやって、ああ、タガネも作んないといかんかった。タガネもいるのか。ボールも焼きますか、じゃあ。でも苦手なんだよな。これ焼くの。やばい、お腹すいた。敷くよ。あ、しまった、置く場所がね。おい、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 やべ。ああ、なんで。おい、おい、置けない、置けない。おい、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 動かん、なんでだ。ああ、間に合わなかった。もう、下手くそか。
もう怒られるよ。火を無駄にしてる。やべ。まあ、あの、誰も見てなかったということで。では行きますぜ。タガネ作って。あ、え？え？ああ、嘘、早い、消えるの。はい。これか。で。ああ、もう。これはやり慣れないと難しいわ。あ、これもやればよかった？もうそんなとこまで考えられないや。で、これをこうやって、で、これだっけ？はい。できた。で、これ入れて、あ、炭がない。また焼くか、しょうがない。ごめんね、木ばっかり使っちゃって。はい。で、二つ作って、パンと。で、うわ、外回りするのやめてほしいな。よいしょ。四角いやつ。これ、はい。うおー、お腹すいた。あぶねー。で、これを。で、ペットやれば、ナイフできる。はい。短い棒。短い棒、ある？これ。やっとできた。わら。やばい。もうダメだ。食べるものを。まずいかな。パン。わあ、ちょっと。え、ちょっと下ろして、下ろして、下ろして。あ、終わるわ。バイ。三匹。ナイス。ああ。いやー初めての家事をやりましたけど。超時間かかって超気を使いまくったけど。まあ最初はこんなもんですよ。はい。はい、それじゃあね。まあ、グダグダの家事を見させられた皆さんはどう思うのでしょうか。はい、じゃあね、今回はこれで終わりたいと思います。はい、よかったらね、グッドボタンとかチャンネル登録とかしていただけると大変嬉しいです。はい、それじゃあね、また来世で会いましょう。バイバーイ。